はいどうもお疲れ様です今回の舞姫大学の特別講義は幸せな人間関係を作るためのコツということだったんですけども人間関係がね、なんでストレスの元になるのかさらに一歩踏み込んで考えていくとお金がないから人間関係が悪くなるのかそれとも知識とか経験の差があるから人間関係が悪くなるのかそれとも感情的なね、優しさとか厳しさとかっていうのが 人間関係を悪くするのかかなとかね様々考えられるんですよねで一つ最近ね社会で話題になってる福島の原発処理水の海洋放出についてここで分断が起きてるなって思うんでちょっとこれを、ね、例に取らしてもらいたいと思うんですよ。え例えばね福島の原発処理水はあの海洋放出しても別に危険はないんだってする方と。 いやいや、ちょっとまだ不安だから流さないでくれっていう方と二つに分かれてると思うんですよね。で、これっていうのは、不安視してる方っていうのは、感情的になんとなく気持ちが悪いなっていうふうに考えて、ちょっと待ってって思ってると思うんですよね。そこに不安の要素を作る知識がどうしても心に残る。でも安全を担保するための情報っていうのが流れてるのも一緒なんですけども、でも比べると、でもちょっと不安なんだよねっていうふうな感情の部分だと思うんですよ。 で、いやもう科学的には全く問題ないからさそんなことでいちいち騒ぐなんてどうかしてるよって人はどちらかというと知知恵とか知識なんでしょうね自分のリサーチした情報が十分自分を納得させたから感情が後から来たんだと思うんですよこれだったら安心だよねってしかしその情報が本当に正しいのかどうかってことはうんまあ究極語までいくとわからないわけですよねわからないんだけどもでも自分の学習と それれかから知らら知された情報が合致しててるる大丈夫と思ってるわけなんですよ、うん、だからこうなると結構ねあの学習とか経験を信じてるっていう部類に入っちゃうのかなと思うんですけどもね不安っていうのは多くの人が抱えてる要素なんで感情っていうものなんで何に不安を感じるかってことはみんな違うんですよね、うん、だから不安をまさに感じてる人が頭で考えて OK と思うことに、えー、を用いてですねいやあんたはよく分かってないと。 ただ不安に思ってるだけで、えー、全然学習してないんじゃないかっていうのは、なんかその同じ土俵で比べてないなって思うんですよ。要するに、考えるんじゃないと、感じるんだよって言葉がありますけども、感じることができる人と考えなければならない人が別の項目によって、こうね、言い争ってるってことなのかなと思うんですよ。うん。だからね、人間関係が悪くなるのっていうのは、 なんでそういう考え方になってるのかっていう相手の立場に対しての配慮が抜けていて自分の考えに合致しないからだからそこから自分が正しいことを主張しようとするとそうじゃない人の考えがどうしても邪魔に思えてきてああこいつの考えは自分には合わないなってことでなんかね人間関係が壊れていくのかなと思いますけどもここで一つまとめるとね 一つの問題や二つの問題に関してたまたま意見が合わなくても特にその人を否定する理由にはならないんじゃないかなと思うんですよ。でそもそも今回福島の原発処理水の例を取りましたけども私たちは福島の原発処理水をコップに一杯ね取ってこうやって見たことすらないわけですよ。でよくねその福島原発処理水の 近くで獲れた魚を食べて美味しいとか言ってる人がね、早速見られてますけども、味の美味しい美味しくないとね、その魚が泳いでる海洋が汚染されてるかどうかっていうのは全く関係ないんですけどもね、<laughs> この辺もちょっとね、不思議な感情のなせる技かなと思います、はい。だから人間関係ってね、何かで悪くなるんですよね。他の例をとりますと、ちょっとランチでも行こうかって言った時に、 あごめんお金あんまりないから高いところは難しいんだけどとか言うと付き合い悪いなみたいな感じになってちょっとね関係壊れてるみたいなところもあると思いますしなんかね人間関係で急に悪くなるんじゃなくって細かいものが積み重なってそうなるんですよねきっとねだからどこでも人間関係が悪くなってきたなと思ったら修復することもお互いにできるのにそれを放置して先延ばしにするからある日突然亀裂が入るのかなって気がするんですよね。 皆さんどれに思いでしょうかそれでは南さんいつもありがとうございます